どうも、シサクです。アクアリウムではおなじみの ADA ことアクアデザイン天野が東急プラザ銀座にてポップアップショップ ADA ラボを期間限定オープンしたので早速行ってきました。今回は ADA ラボの会場の様子をレポートしていきます。ADA ラボはパルダリウムやネイチャーアクアリウムなどのインドアグリーンの楽しみ方を体感できる実験的ショップとなっていて、会場内のケースギャラリーでガラスケースを選び、グリーンハウスで植物、素材を選んでセッティングラボでレイアウトを行います。植物についてわからないことがあれば会場内の ADA スタッフに聞けば、育て方やおすすめの植物などいろいろと親切に教えてもらえるので初心者でも大丈夫。もちろん一般的なショップと同じように商品を買うだけでも OK です。好きなガラスケースを選べるケースギャラリーには多種多様なガラスケースが並べられています。おなじみのガラスポット丸やしずくなど安価なものから、キューブガーデンスペリアなど高級品まで揃っていて、中にはまだ発売されていないガラスポット角やガラスポット丸の L サイズも並べられていました。グリーンハウスではガラスケースに入れる植物を選べるのですが、どれにしようか迷うくらい数多くの植物が並べられていました。価格の方は安価なものは1000円後半ぐらいから3000円くらい、珍しいものだと1万円以上するものもありました。着生蘭やブロメリアなど販売されている植物は多種多様。プレートに巻かれたものもあるので、植えるのが苦手な人でも簡単に緑を楽しめると思います。巨大なビカクシダのほか、一般的なお店ではなかなか見かけないような植物も並んでいます。ドゥーアの焼き印付き流木に巻かれたエアプランツがなかなかにおしゃれでした。他にもガラスケースの中には着生蘭やジュエルオーキッド、ジメジメ系の植物などがありました。もちろん ADA おなじみのわび草や組織培養カップもずらりと並べられています。わび草はガラスケースに入れるだけでいい感じに仕上がるので初心者にもおすすめしやすい商品。組織培養カップは虫や貝、農薬の購入がないので安心して使える商品です。組織培養カップ新商品アヌビアス7プチスノーフレークも販売されています。斑入りの白っぽいプチナナです。他にも新商品としてルドビジア、スパイロカルパが販売されていました。流通量の少ない水草なようで、水中用だとこんな感じに葉の大きさが10センチくらいになるそうです。さらに現状特約店への流通がストップしているという ADA 組織培養のレースプラントも大量に並べられていました。なんでもこの日に合わせて急遽用意したそうで、今後はレースプラント用ソイルも合わせて用意していくみたいです。このレースプラントずっと探してて、今回ようやく出会えたのでこの後買って帰りました。他にも石や流木などレイアウト素材も揃っています。グリーンハウスの中には数多くのレイアウト済みのガラスケースが並べられているので、これを見ながらイメージを膨らませて植物を選ぶのもいいですし、一部は購入できるので気に入ったものを買って帰ることもできます。ガラスケース、植物を選んだらこちらのセッティングラボでレイアウトをしていきます。セッティングラボでは申し込みを済ませることで ADA の専門スタッフに
アドバイスをもらいながらケースや植物を選んでパルダリウムを仕上げたり、ジュエルオーキッドを使ったしずくパルダリウムのワークショップに参加できます。今回ジュエルオーキッドのパルダリウムワークショップを体験したので、その様子はまた別の動画にしたいと思います。ここまで紹介したメインの3エリアの他にも ADA 製品やドゥア製品が展示販売されているエリアもあります。限定製品のスクレーパーも販売中。入り口正面の円柱の周りには関連商品やレイアウト見本がたくさん飾られていました。ドライプランツのレイアウト見本もたくさんありました。こういったインテリア性が高い飾り方も面白いですね。関連商品はおなじみの書籍や T シャツなどなど。こちらは新製品で ADA ラボ一押しのハンドスプレー、付属のイオン交換樹脂をボトルに入れることで軟水を作ることができて、この水で霧吹きをすることでガラスケースの表面に白い水垢がつきづらくなるというもの。イオン交換樹脂はボトル20回分の換水まで効果を発揮するそうです。他にも会場内には複数のレイアウト水槽が飾られています。前回東京ドームシティで開催されたネイチャーアクアリウムエキシビションよりは小規模ですがハイクオリティ、プチ水族館みたいな雰囲気でした。しばらくその雰囲気をお楽しみください。さて、今回のレポート動画は以上となります。ADA ラボは東急プラザ銀座の5階にて2022年8月28日まで開催中。販売中の植物についてわからないことがあったら ADA スタッフの方に
選び方から育て方まで詳しく教えてもらえるので、初心者の方も安心して来店できると思います。他にも ADA が好きな方、パルダリウムや植物が好きな方はぜひ一度足を運んでみてください。これからもこのチャンネルではアクアリウム、パルダリウム関係の動画やイベントの動画を投稿していきますので、チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援してもらえると嬉しいです。多分次は ADA ラボのワークショップの動画になるかと思います。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。